というわけで今回もご視聴ありがとうございます。長らく浜田省吾さん関係の動画をやっていなかったので、今回は浜田省吾さんの最強のライブ映像作品を決定しようと思います。ほんの10年前ぐらいまでは浜田省吾さんのライブ DVD を買おうとしてもほんの数作品しか選択肢がなかったんですよね。ところがオンザロード2011以降、ツアーの度に映像作品がリリースされるので、だいぶ映像作品の数も増えてきて、ファンとしては嬉しい限りですけれども、今回は個人的な浜田省吾さんの最強のライブ映像作品、トップ3を決めたいと思います。まだ DVD ブルーレイになっていない渚園とか、あとはブートレグで出回っているような映像は除いて、今もちゃんと入手可能な映像作品の中から、ライブ映像作品について今回は語っていきたいと思います。まず今入手可能な浜田省吾さんのライブ映像作品を一つずつ語っていって、でその上で個人的な最強ランキングベスト3を決めたいと思うんですけれども、まず第一作目はオン・ザ・ロード・フィルムスですよね。この映像作品を、いわば擦り切れるほど見たという長年のファンの方も多いと思うんですけれども、1988年から89年頃の、省吾さんのライブの映像が収録されていて、この間映画になった渚園公演と、あと88年の代々木オリンピックプール公演と、あとディファ有明公演と名古屋レインボーホール公演、この4つのライブから主に省吾さんを代表する、ライブの定番曲をセレクトした、そんな映像作品ですね。30代半ばぐらいの省吾さんとバンドメンバーの皆さんの熱量が本当に凄まじいライブ映像で、もちろん演奏もゴリゴリで超かっこいいし、省吾さんも汗臭い感じで、当時のインタビューでも語られているように、映像なしで音だけ聞いても楽しめるように、エアー感の少ないくっきりはっきりしたサウンドで楽しめるライブ映像作品ですね。この作品も最高ですけれども、欠点を挙げるとすれば、数公演の映像を切り張りしてだいたい1時間半ぐらいに収めた作品なので、ライブ1公演を追体験できるような、そういう映像作品ではないというところですかね。また現状 VHS と DVD でしかリリースされていないので、液晶テレビとかで再生すると、画面がすごくちっちゃく映ってしまうんですね。上下左右に黒帯が入ってしまって、で画質も今見ると結構荒くて、そこはちょっと気になってしまう点ですね。で次がロードアウトムービーですね。94年の横浜アリーナと、あと91年の仙台のライブ映像を中心に、新規で制作された MV も織り交ぜられたような、そんな内容で、純粋なライブ映像作品とはちょっと違う作品ですね。ただこの頃の省吾さんのライブの様子はこの DVD でしか見ることができないので貴重ですし、やっぱり浜田省吾さんのパブリックイメージとして定着しているロン毛でバンダナの省吾さんが見れるのが嬉しい作品ですよね。またギターでチューリップの姫野達也さんが参加されているのも貴重です。途中に挟まれる MV もすごく魅力的な映像ですけれども、やっぱりフィルムスと同様にライブ1公演を追体験できるような内容ではなくて、で同じく DVD でしかリリースされていないので、やっぱり今の企画のテレビで見ると、ちょっと画質的には荒い作品になってしまいますね。この辺の作品もブルーレイで再リリースされてほしいですね。で次がオン・ザ・ロード2001ですけれども、ここに来てやっと純粋なライブ映像のみの映像作品がリリースされてますね。1998年から2002年にかけて行われたロングツアーから、序盤の NHK ホール公演と、あと中盤の野外会場での公演と、あと終盤の埼玉スーパーアリーナと武道館での公演、主にこの4つの公演を切り張りした内容の作品ですね。省吾さんや長志さんは40代後半の頃で、成熟しつつもまだまだ若々しいパフォーマンスが最高の作品ですね。選曲もアルバムのセーブアワーシップまでのベスト版的な選曲なので、浜田省吾さん入門にも最適な曲目ですし、あとは長年ステージでの共演がない省吾さんの盟友水谷公男さんがギターとして参加されている映像でもあるので、その辺も楽しめる作品ですよね。また欠点を挙げるとすれば、これも20年以上前に制作された DVD が出て、それ以降ブルーレイで再版されたりはしていないので、今見ると結構画質的には荒かったりするのと、やっぱり各公演の映像が途中でカットされてしまったりしているので、特に野外の映像なんか完全版で見たいなってちょっとやきもきしたりするっていうところですかね。
で次が We Are Still On The Road ですけれども、オンザロード2001のベストテイクと、あとはオンザロード2001には収録されなかったアウトテイクが収録されたライブ映像作品で、オンザロード2001でカットされたものでいうと、まあ、武道館公演のアンコール以降の映像とか、あとは埼玉スーパーアリーナのセンターステージの映像の一部の曲とか、あとは NHK ホールのもう一つの土曜日とか、静岡公演のモノクロームの虹とかが収録されてますね。DVD 自体の価格も安いですし、一番の代表曲であるもう一つの土曜日が唯一収録されているライブ映像作品でもあるので、オンザロード2001よりもさらに厳選されたベスト版的な選曲とも言えるのかもしれないですね。欠点を挙げるとすれば、ここまでの作品同様に今のテレビで見ると上下左右に黒帯が入ってしまって、画質がちょっと荒いっていうところですかね。で次が My First Love ですけれども、基本のバンドメンバーが今の面々と同じになって初めての映像作品ですね。ただしピアノがこの頃は小島よしのぶさんですね。中心は当時の新譜である My First Love に収録されている楽曲ですけれども、まあ、過去の曲と新曲がバランスよく選曲されている内容ですね。まあ、50代前半の翔吾さんのパフォーマンスですけれども、やっぱり近年の映像作品と見比べてみても、この当時の翔吾さんすごく若いですし、動きも多いですよね。やっぱりこれまでの作品同様に数公演の映像を切り張りした内容で、オンザロード2005の最終日埼玉スーパーアリーナの映像と、オンザロード2006から2007の NHK ホール公演の映像が楽曲ごとに切り替わるような編集になっていて、で一部の楽曲では地方公演の映像なんかも少し織り交ぜられているみたいですね。オンザロード2001では曲目がカットされてしまっていたセンターステージが、トークも含めてフル収録なのは嬉しいところですけれども、やっぱりホール公演とアリーナ公演の映像が行き来するので、見ていてやや違和感がある部分もあるのは事実かなと思います。これも DVD のみのリリースですけれども、ブルーレイとか液晶テレビが結構普及してきてからリリースされた作品なので、上下左右の黒帯はテレビで再生しても出ないようになってますね。で次が僕と彼女と週末にですね。未発表テイクのライブ映像に歴史資料映像をミックスしたライブ映像作品ですけれども、作品のコンセプトとして、選曲されている楽曲が基本的にプロテストソングなので、まあ、ロックチューンがどんどん続いていって、結構熱量の高い作品かなと思います。ライブ映像の中で一番古いのが1986年のアイマ・ジェイ・ボーイツアーの映像で、その他何サエンとか2001年の横浜アリーナとか埼玉スーパーアリーナとか、あとはマイファーストラブの NHK ホール公演のアウトテイクなんかも収録されてますね。この作品も音だけを聞くには最高の作品ですけれども、やっぱり歴史資料映像とライブ映像がごちゃ混ぜになっているっていう編集は、まあ、翔吾さんがやりたかったこととはいえ、ね、ファンの間でも賛否両論分かれてますよね。また80年代のライブ映像のボーカルは思いっきり近年の翔吾さんのボーカルで差し替えられているので、ライブ感はちょっと薄い作品かなと思います。で次がオンザロード2011ですね。ここに来てライブ1公演をちゃんと追体験できるような、まあ、そんなライブ映像作品がリリースされてますけれども、まあ、曲順も公演の内容に沿って編集されていて、最終日の埼玉スーパーアリーナ公演の映像をベースにツアー序盤の横浜アリーナ公演の映像も組み込まれた作品で、楽曲の中の一部のカットは地方公演とか追加公演の映像も挟まれてるみたいですね。まあ、僕と彼女と週末にとベスト版のボリューム3を引っ提げてのツアーだったので、セットリストもプロテストソング寄りのベスト版的な選曲ですね。35周年ツアーだったこともあって、翔吾さんの全キャリアを網羅するような、まあ、そんなセットリストなんで、入門にも最適な作品じゃないかなと思います。多くのミュージシャンは震災後に組まれていたツアーをキャンセルしたりしている中、宮城公演を延期した以外予定通り決行されたツアーだったということもあって、その当時の雰囲気をパッケージした作品でもあったりとか、あとはメインに据えられたプロテストソングたちが、まあ、震災後の日本の情勢にぴったりマッチしていたりもして、そういう点でも熱量の高い作品かなと思います。個人的にも一番見たし、ライブアルバムもたくさん聴いた作品ですね。まあ、欠点を挙げるとすれば、翔吾さんの映像作品の中で唯一
スパイダーカムっていう空撮のカメラが使われた作品でもあって、映像もド派手なんですけれども、ファンの間で不評な分割画面とか、あとは数秒ごとにカットが切り替わるような編集がされている作品でもあるので、見ていて結構目が疲れる部分もある作品かなと思います。ただこの作品からブルーレイもリリースされているので、映像も音声もすごくいいですね。続いてが J ボーイの30周年ボックスに収録されたI'm a J ボーイの映像ですね。アルバム J ボーイを引っ提げた1986年のツアーの代々木オリンピックプールの映像を収録した、DVD が同梱されてましたけれども、またこの作品もボーカルのアフレコが心配されましたが、ちゃんと当時収録されたボーカルが採用されてましたね。当時の33歳のショーゴさんのパフォーマンスは本当にエネルギッシュで汗臭くて、もう本当に最高ですよね。ブルーレイではリリースされてないですけれども、当時のビデオ撮影の映像なんで DVD でも十分な画質ですし、新たに音源もミックスマスタリングされているので、音だけを聞いてもすごく高音質で楽しめるなと思います。唯一残念なのは完全版じゃなかったことですね。ナニサエンの方はフィルム撮影で一部の楽曲の映像が残ってないってことでしたけれども、このI'm a J Boyはビデオ撮影みたいなんで、あわよくば出し惜しみせずに完全版で出してほしかったなって思っている作品だったりしますね。で、続いてがジャーニーオブアソングライターですけれども、こちらは劇場公開を経て DVD ブルーレイとして曲目を追加してリリースされた作品ですね。当時の新譜であった旅するソングライターに収録された楽曲を全曲演奏するっていうコンセプトのもと開催されたオンザロード2015から大阪フェスティバルホールの映像と、あと翌年に行われたアリーナツアーの中から埼玉スーパーアリーナ公演の映像を、またツニハニで編集されている、そんな映像作品ですね。中心は旅するソングライターの収録曲ですけれども、作品の中盤以降は長年ライブの定番として演奏されている楽曲がずらっと並んでいて、演奏面も非常にいいなと思います。ただ劇場公開版も DVD ブルーレイ版も純粋なライブ映像ではなくて、いろいろなイメージ映像とか MV の映像とかが、特に旅するソングライター収録曲ではたくさん被せられているので、オンザロード2011みたいにライブを思い切り追体験できるような内容ではないかなと個人的には思います。また個人的には収録日だった埼玉スーパーアリーナ4日目の公演に参加できて、しかも最前列ど真ん中で見られたんで、個人的には最高の思い出になってる映像なんですけれども、結局曲目がだいぶカットされてしまって、映像全編を通してみても埼玉スーパーアリーナ公演の全編より時間が短いっていう、ここが結構腑に落ちない作品だったりもしますね。で、次が Welcome Back to the 70s、 君が人生の時ですね。ファンクラブ向けに開催された70年代に制作された楽曲のみでセットリストが構成されたツアーの後にチャリティー公演として開催された、NHK ホールでの公演の映像が収録された DVD ですね。ファン待望のライブ全編を変な編集とかカットもなく収録した、そんな作品でしたね。第1部のショーゴさんの弾き語りとトークによるライブもノーカットでちゃんと収録されて、第2部のバンド演奏も激しいカット割りとかもなくて、落ち着いてライブが楽しめる映像作品に仕上がってましたね。また曲目もレア曲満載なんで、ファン垂涎の内容でしたけれども、唯一欠点を挙げるとすれば、初回版に同梱されていた前年の Welcome Back to the 60s のライブが第1部しか収録されていなかったことですかね。第2部の映像もいつかリリースされてほしいなと思います。で、次が曇り時々雨のち晴れですね。コロナ禍に突然リリースされた2013年に行われたファンクラブ向けのツアーの追加公演であったチャリティー公演の NHK ホールの映像を収録した DVD ですね。前年まで行われていたオンザロード2011とは打って変わって、とてもハッピーな雰囲気のライブで、セットリストもその永遠の1秒にと他がために金はなるの収録曲をフィーチャーした感じで、他の映像作品には収録されていない楽曲も多いですし、編集も変なカット割りとかはなくてとても見やすいですね。ただすごく残念な点として、前作はカットなしでリリースされていたのに、恋に落ちたらと少年の心と長子さんと古村さんによるカンフル剤のコーナーがまるっとカットされてしまっていて、で MC とかも基本全部カットされているので、全編通して2時間弱っていう結構短い作品に仕上がってるんですね。
特にファンクラブ向けのツアーなんかは MC も含めてアットホームな雰囲気が魅力的なんで、ここは入れてほしかったなって気持ちですね。で、続いてが昨年リリースされた武道館ですね。もう2年前になろうとしてますけれども、ね、コロナ禍の情勢が安定しない中行われた武道館2日間公演の映像を収録した作品ですね。この作品も曲目のカットもなくて、で、翔吾さんの MC もちゃんと収録されていて、映像も純粋にライブを追体験できるようなシンプルな編集の作品に仕上がってましたね。69歳になられたばかりの翔吾さんのパフォーマンスも最高ですし、まあ、コロナ禍という結構厳しい情勢の中行われたっていう雰囲気までパッケージした、まあ、そんな内容になってるかなと思います。また82年に行われた浜田翔吾さん初の武道館公演のセットリストを完全再現したライブでもあったので、選曲は愛の世代の前に収録されている楽曲までということもあって、オンザロード2011みたいなベスト版的な作品とはちょっと違いますよね。またコロナ禍でいろいろな制約があった中でのライブをパッケージしているので、翔吾さんのライブの熱量までパッケージした作品っていう点で言うと、まあ、マイファーストラブとかオンザロード2011に軍配が上がるんじゃないかなと思います。で、最後が今年リリースされたばかりのウェルカムバックトゥーザロックショーイブですね。本当は2021年にファンクラブ向けに行われるはずだったアリーナツアーの内容を一般向けのホール公演で行った、まあ、そんなツアーで、今年1月に開催された NHK ホール公演2日間を収録したって書かれてますけれども、まあ、前のレビュー動画でも語ったようにほとんどが初日の映像かなと思います。まあ、コロナ禍にリリースされた新曲も含めて、まあ、1990年代以降のベスト版的な選曲のライブですね。曲目のカットもなくて映像の編集もシンプルですごく見やすい映像作品に仕上がってますけれども、やっぱり曲目的にも演出的にも非常にシンプルな内容なんで、ド派手さにはちょっと欠ける作品かなと個人的には思います。ただ本編ではカットされてしまっている MC を特典映像で保管してくれてるのはすごく嬉しいですね。欠点を挙げるとすれば、中盤のバラード曲でステージの背景に流れていたイメージ映像がオーバーラップするように編集されているので、その部分だけ純粋なライブ映像ではないっていうところですかね。でもそれ以外は翔吾さんのライブ映像作品として本当に理想的な内容じゃないかなと思います。まあ、以上が今リリースされている浜田翔吾さんのライブ映像作品ですけれども、これら全てを踏まえて久保木が独断と偏見で選ぶ浜田翔吾さんの最強ライブ映像作品トップ3は、まず第3位は Welcome Back to the 70s 君が人生の時ですね。この作品でやっと、まあ、MC も含めてライブ全編を純粋に楽しめる映像作品が見れたっていうのもありますし、やっぱり選曲が最高なんですよね。70年代の翔吾さんの作品たちが今のリッチなサウンドで蘇ったっていう、すごく貴重なライブだったと思いますし、ここに収録されている楽曲の中には、まあ、今後二度と演奏されない楽曲なんかも含まれてるんじゃないかと思います。で、第2位が J-BOY 30周年ボックスに収録されていた I'm a J-BOY の映像ですね。やっぱり80年代の翔吾さんのライブの映像が純粋に楽しめるっていうのは本当に貴重な作品なんで、この頃の翔吾さんのライブ映像をもっともっとバンバンリリースしてほしいなと思うんですけれども、現状やっぱりあの頃の翔吾さんの熱いステージを体験できる作品としては、まあ、この作品しかないので、個人的にすごく好きな作品ですね。そして第1位はオンザロード2011 The Last Weekend ですね。まあ、どうしてもこれは思い出補正もかかってしまうんですけれども、自分が高校1年生の時に初めてオンザロード2011の宮城の振り替公演に参加して、もう衝撃を受けて、それからこういう道を進むことを決めましたし、高校生の青春時代、とにかくこのオンザロード2011の映像と音源をひたすら見まくったし聞きまくって、もう自分の血液になったような作品なんで、やっぱり1位はオンザロード2011ですね。というわけで今回は浜田翔吾さんの最強ライブ映像作品トップ3を決めてみましたけれども、こうして振り返ってみると、まあ、公演全編が映像化されていないライブの方が多いので、まあ、この辺の映像とかをまた劇場公開とかでもいいので世にリリースしてほしいなと思いますよね。ぜひ皆さんの浜田翔吾さんの好きなライブ映像作品についてもコメント欄で書いていただければ嬉しいです。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。指に絡まる
約束のリングが自然にほどけて消えてくさよ